がしいウェーブ、逆転される。田島の交代は当然でしょ。毎回同じことを繰り返してる。せっかく6点も援護もらえてるのに。6点も援護してもらってたのに、ピロシよろしくお願いします。なんか全く信用できないピッチャーって感じになったな。ヒロシさん、いつもすみませんがよろしくお願いします。今年は本当お金丸に突っ込んでくれとれたら、マジ田島を6番ローテとして温かい目で見れる。悔しいな。これは田尻に最後勝ちつけたかった。いくら勝利投手の権利かかってるとはいえ、これは田島が悪いからしょうがないと思う。ウェブ会議で抜けるので、その間に5点くらい入れといてください。田島さんなかなか勝てない。今日は自ら勝ちを手放したな。お笑い野球としては良い笑いなんと、オリックスらしいことか、誠に良いエンタメである。ヒロシの調子が良くないは変わった意味よ。心臓がドキマギする。情けない、ひどすぎて泣けるね。3連覇チームさん、田島に負けつくならどうでもよかったけど、ヒロシに負けつけるなよ野手陣。6点差逆転されるってバカやん。投打で喧嘩しております。ご視聴ありがとうございました。